はい、お疲れ様です。ワイズファクトリーのアンドロイドのお時間になっております。アンドロイドのお時間というか、あの今日2月の27日火曜日、うち定休日ですけどね、あのご存知の方いるかもしれないですけど、ちょっと僕やらなきゃいけないことがあるから、まあ用事済ませて店来て、ちょこちょこ用事済ませながら、例のやつやりながら、まあまあどうせ店にいるんだったら、まあシャッター開けちまえということでね、やってたんですけど、まあそんなことやってて、まあそろそろ霧もいいとこまで来たから、じゃあ終わろっかなっていうところで、まあ P さんが通りがかるということで、こんなことになっちゃってます。だ特に別にネタもないんですけど、はい P さんでーす別にネタもねえしね、ほんでね、急になんかやろうっつってもね、まあまあそうなんですけど、まあそうは言っても、まあなんかやらなきゃいけないんでね。あ、でもまあお話することあるんですよ。昨日、P さん、はい、月曜日ですけど、はい、お仲間さんが、はい、ご来店いただきまして、はい、FZ の400、はい、相模原の方からご来店いただきまして、相模原、まあ遠路はるばる、まあまたようこそなんつってね、結構若手でさ、中古の FZ 買ってなんつって、オイル交換でご来店いただいたんですけど、うん、まあね、うちの証券じゃないからね、相模原の方からと、ちょっとうちのお仲間さん感覚わかる人 どんぐらいいるかわかんないけど、結構遠いですよ、やっぱり道込んじゃったら大変なところだし。でもまあ聞いてみたらね、いや全然遠くないですよ、もうちょろいもんですみたいにね言っていただいたんで、だから僕も最近あのね、浜松だ栃木だ茨城だって来てもらうから感覚狂ってて、あ、まあ近いっすよねああ、まあまあ、道すいてるちょろいっすよねとか言っちゃうんだよね、言っちゃった、どうしようかなと思って、いやまあほらご本人もね、いや近いもんですよって言うから、ですよねって言っちゃういやでもご来店いただきましたありがとうございます。で、日曜日になんだっけ、タンさん動画協力してくれて、はい、撮ってたところで、はい、うちのお仲間さんが、はい、実は裏番組じゃねえんだけど、動いてた方がいらっしゃって、とね、300マイルワッフルやってた方がいたんですよ。おー、まあね、なんかカフェビットのマスターの解説付きでうちのタワさんの動画を見てらっしゃったということで、コメントいただいて、まあ爆笑ですよね、なんか面白いくないですか、その感じって。僕なんか、まあすごいですよね、あのリアルタイムにさ、そこにツーリング行ってくれてて、そこで僕らが上げてる動画をそこでね、掛川で見ていただいて、またツーリングで帰ってくる、これは面白い楽しみ方していただいたなと思って、感謝状案件です、ありがとうございます久々の感謝状、うちのまあまあなんていうの、お仲間さんでもね、何回もうち来て遊び来ていただいてて、お仕事もいただいてんだよね実はね、もうお得意さんです、うん、お仲間さんというよりは、感謝状、牛野様、あなたは300マイルワッフルに参加し、アンドロイドの発展に寄与しました。この功績を称え、お仲間さんを代表して感謝の言葉を申し上げます。平成、30年2月28日にやろうと思ったら今日だったから27日ということで、ワイズファクトリー代表加藤仁志、ありがとうございます。じゃんじゃん300マイルワッフルね、そうですね、まあまあ300マイルは別にカフェピットのパ、まあ、マスターにね、何本かもらってるわけじゃないんですけど、なんとなくこういうの面白いかなと思ってやってます。そうですね、はい、またね、協力してくれる方、協力、まあ参加してくれる方いたらね、爆笑の渦に巻き込んでくださいありがとうございますね、まあ本当大丈夫かな、牛野さん無事に帰ってきてんのかな そこまずそこ動画見てたらコメントまたくださいご無事ならいいんですけど、はい、ありがとうございました。でね、タワさんの動画ですよ、あれでした、どうでした、日曜日ね撮って、いやいやだから総括でもお話ししたじゃないですか、まあ、僕が個人的に楽しい、ね、ガードナーだらローソンだロッシだね、まあそんなもうマモラだクリスチャンサロンだって言ってると僕は楽しいんですけど、 P さんには地獄の時間だったなっていうのはね、まあそんなことでもないですけどね、まあ知ってるのはロッシ、はいはい、あとなんとかスペンス、スペンス、スペンサー、なんとかスペンスって言ってる時点でもうちょっとねまあ、なんていうのかな、ガンダムの話
話をしてる時の P さんみたいな感じで、この話になると俺に密件がしわ寄ってくるんだよな。すいません。フレディスペンスとか言われるとさ、もうグランプリ舐めてる。すいません。コンチネンタルサーカス舐めんなよ。すいません。すいません。まあ、そういうことではないんですが、まあ大変動画次の日のコメント欄なんかも非常に燃え上がってましてね。燃え上がってるっていうのはあれですよ、燃えの方ですよ、うん、炎上の方じゃないですよ、うんうん、すっごいこう昔のバイク乗り、昔のバイク乗りじゃないか、まあちょっと年配のバイク乗りの方懐かしい話聞けたみたいなとか、タイヤの、講義が分かりやすかったみたいな、あれは分かりやすい、分かりやすいよね、うん、コメントたくさんいただいて、はい、まあいいねの高評価が、あまあ多かった多かった、うん、ありがとうい話ですよね、うん、でもぜひシリーズ化していただきたいとか、もう本当分かりやすかったなんて言って、なんていうのかな、僕が代わりにコメント返答するわけじゃないですか、あ分かりやすかったなんて言われて、ありがとうございます、ターさんに伝えときます、ターさんに伝えときます、ターさん喜ぶと思います、俺マネージャーじゃねえよ。なんで俺がターさんの。まあほらそれはね、ほらしゃあないことだからさ、いやただこれは狙った通りだったので、うんうん、もうね、ターさん頼むよと、そう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 です、もうほんとね、ターさんのふんどしで飯食ってくから頼むよっつってこれで俺と P さん楽になるんだな、いやだから、うん、編集後期でもちょっとお話しさせていただきましたけども、まあ、話したかな、ほんとね、楽って言っちゃうとちょっとあれなんだろうけど、やっぱああいう動画を上げると、うちらのにもネタになるじゃないですか。まあまあもちろんそうですね。うん。いやだからほら、バイクの動画をあえてね、バイクの話積極的にしていかないのはやっぱりもういろいろと間違えちゃいけないから、調べるのも大変だしさ、こうやって毎日のように上げてるところであんな資料も作れないし、ところが外部のね、応援してくれるターさんが、ああいう形で資料作ってきてくれて、今までの実績、まあ、実績はねえのか、経験か、まあ、結構な、まあ、実力者ですよ、うん、ああいう話してくれると、うん、まあ僕ら、ね、いや僕も勉強になったしね、うん、ああいうのをまた改めて、あそうだなあなんて思いましたしね、初心に戻ってじゃないですけどね、うん、見てるお母さんも、うん、面白いんじゃないかな、うん、だからすごく高評価もいただけて、ターさんがね、出張が多い仕事してるんですよ、隔週ぐらいでなんとかできればなみたいなこと言ってましたけど、今回の高評価とかね、コメントたくさんいただいて、うん、評価見ると、まあ、ターさんもやる気になるんじゃないかなと、うん、またちょっとね、お願いしたいなと思ってますんでね、またよかったら応援してもらえれば、ターさんまた近いうち出張ってきてくれるんじゃないかなと思いますけど、ね、はい、まあ定休日の動画なんてこんなもんかな。